世界にビファーストの名前が知られていくっていうのきっかけもあるから初入流なんだね。Please give it up っていうのは、ソータくんに大きな拍手をみたいな感じ。年齢層幅広くないですか。いや、マジでむずいよこれ。やっぱりこういうところで、そう、ビファーストの名がどんどん知れていくきっかけでもなるしね。いや、いい子だ。Hi guys, welcome back to my channel ということで、皆様おかえりなさい、コニーです。都内でビデオエディターデザイナーをしている24歳のコニーですということで、今日は You're my bestie Sharp 36 Sota's vlog in New Zealand ということで、ソータくんがなんとニュージーランドに行ってる、Vlog が公開されましたので、皆さんチルい感じの動画で今回一緒に分析リアクションをしていけたらなと思いますので、最後までついていってくださいということです。再生。ちなみにちょっと風邪と花粉症でね、鼻声っぽいんですけど、イントロやっぱ可愛いんだよね。ニュージーランドってさ、すっごいさ、いいとこなの、自然がのどかで。そう、オーストラリアに留学してた時あったんですけど、そうで、ニュージーランドも行って、いや、本当に星が綺麗って、流れ星とかも見たんですね。だから本当にこういう自然をソータくんには堪能して、なんだろう、感性をこう磨く、なんかディトックス旅みたいな感じで楽しんでほしい。いやー、楽しみです。めちゃめちゃ楽しみです。ニュージーランドは行ったこと？ニュージーはないですね。初ニュージーなんだね。本当にいいから、ご飯も美味しいし、若干物価高いんだけどね。こんなヤバいやつが日本で何やってるのかで、ビーファースに戻った時になんか絶対ヤバいグループじゃんっていうところがあったんですか。ニュージーランド中思わせて。いや、これすごい大事です。だから日本じゃなくて国外に出て、こういうなんかすごい細かいことなんだけど、一人一人のメンバーが海外でソロでこういうコミュニティとかで活動することによって、で、小さな数であるけどファンがどんどん増えていって、世界にビファーストの名前が知られていくっていうのきっかけもあるから、ソータくんが、まあ、もう世界的なプロダンサーである彼がね、自ら現地に行くっていうのはめちゃくちゃ効果があるし、大事です。これからの世界進出に向けても。ゆっくり休んでください。ゲーム任天堂かな、やってんの。あったけ。日本真冬の。この時期夏だもんね。そう、南半球だから逆なの、季節が。ちょっと久しぶりにレッスンするんで。レッスンをするので。ちょっとね、ちょっと緊張してるんですけど。向こうでレッスン、キッズにたちにレッスンをするってことなんですかね。そう、ブンブンバックも一緒に踊ってもらおうかなと思ってるので。めっちゃ難しいけどね、ブンブンバック。挨拶の仕方がマジでダンサーだよね。What's up? Long time, man. ジョシュアさん。ダンス友達かな。Please give it up っていうのは、ソータくんに大きな拍手をみたいな感じですね。ちなみにね、向こうだと can't は can't なので、 I can't speak English になりますね。ニュージーイングリッシュだとね。すごいさ、年齢層幅広くないですか。めちゃくちゃキッズから多分中学生ぐらいの子たちまで、すごい。でもなんかヒップホップな格好してる子も多いし、彼らからしたらもう一生の思い出になるダンスレッスン。盛り上げ方がうまいですよ、彼。いや、マジでむずいよこれ。動き細かいじゃないですか、ブンブンバックだから。いくらダンスしてるキッズたちと言ってもめちゃくちゃむずいんじゃない。ここまでさ、ちゃんと教えてくれたら本当に子供たち感動しちゃうんだよ。でさ、これがきっかけでさ、彼のグループについてさ、ビファーストにしてちょっと知って、 YouTube とかで動画見、 MV とか見てみて、何このグループみたいな感じですごい感化されて、将来的にこの子たちがなんか、なんだろう、アーティストになろうとか思うきっかけになるから、最高のワークショップだよね。楽しい。久しぶりに。
本当に117バイブスがすごい。いましたね、117人もいるの、すごいね。そう、ニュージーランドこういう感じ、大自然なのよ。空も綺麗だし、本当にこれを楽しんでくれたらいいなと思います。クライストチャーチかな、あ、オークランドだ。ここはあのタワーが見えるじゃないですか、あの大阪のあれみたいな。これオークランドっていうあの首都なんですけど、そう、オークランドもすごい綺麗で治安も良くていいとこです。旅行でもおすすめです。え、海外スーパーでマジで好き。これマナトが大好きなんだ。ティムタムとか有名なんだよね、オーストラリア、ニュージーランド、あのスイーツだと。ティムタムは間違いない、お土産。いいね、まあ、遠い先ですね。朝ごはんを買いましょうか。サーファーめちゃくちゃいるからね、向こう。このオフカンのあるソータ君のね、私服は結構好きです。ダンサーのオフカンのある私服でございます。楽しそう。すごいさ、綺麗だね、このビーチ。天気普通微妙だけど。まだ寒いのかな、泳ぐには。爆走するソータくん。最高だわ。全てのスティーシーのハット可愛いね。まさかの僕で締めるっていう。でも良かったです。なんかスキル重視というより盛り上がる重視の曲だったので、うん、たまたま。すごいちゃんとさ、ステージまでセットしてくれてるんじゃない。アイデンティティって書いてあるね。いやなんかスキル重視というより盛り上がる重視。めちゃくちゃ嬉しいよね、子供たち。最後にいい感じをふさわしくなってます。じゃあ2日間お疲れ様でした。帰りません。帰りません。日本には帰りたくないです。いやさ、日本冬で向こうさ、こんな夏ですっごい天気良くてさ、ご飯美味しくて帰りたくないよね。なんで帰りたくないっていうか、ニューヨークランドかって言ったけど。わかります。本当ね、なんかいろいろなスペースが広いのよ、ニュージーランド。なんか東京とかで住んでるとありえないぐらいのスペースの広さで、空もめっちゃ透き通ってて星が綺麗で、本当になんか日本が冬の時に行くのはマジでベスト。タイミング的にね、寒さをこうね、エスケープする感じで。すべてのスケジュールが終わりました。日焼けしとるな。どうですか今。いや、めっちゃ日焼けしとるな、そうたくん。悲しいです。帰りたくないです。はい、ベスティ。僕はニュージーランドにいますが、でもやっぱ心強かったですね。なんか、ただのダンサーで行く時より、うん、しっかりした居場所がある状態で行く。確かにね。するものが、がっしりできた感はすごいあったんですよね。うん、もちろんさ、ダンサーとしてさ、世界的なダンサーだから、それで行くのももちろんすごいことだけど、今はグループの一員として活動しつつ、このダンススキルがある彼がニュージーランド現地に行って子供たちにダンスを教えるってことにはすごい意味があるし、子供たちもすごい貴重な経験になってるよね。すごいよ、いいことだよね。ところで染みてくるし、個人一人でいる時もすごい助けてもらえるなというふうに思うので、ね、それこそ、いや、いい子だ。ビーバースの活動とは違うものよく考えてるんだよね、本当に彼は。応援を多分してくれてて、それを必ずビーバースとウィズベスティっていうものを確実にもっと広い世界に連れていくだろう、活動っていうのがすごい、うん、いや本当に草の根的な活動なんだけど、こういうのは個人個人でやるすごいちっちゃな活動なんだけど、それが次第にこう実を結んでこう世界で受け入れられていくっていうステップにつながっていくから、めちゃくちゃ大事だし、それを分かってやってるそうっていうか、本当にすごいと思います。うん、なんかこういう効果が少しでも出てくるの楽しみなところ、嬉しいです、この経験に関してさらに、うん、ダンサーとしてもちろんですけど、もしかしてビーファーストとして、まあ、ダンスを通してビーファーストを世界に広めるっていう部分で、ソータ君は本当にもう適材適所というか、ありがとうございます。すごい存在だから、こういう本当にワークショップとか海外でやってほしいし、ダンサーってプロになってても結構海外にワークショップ行ったりとか、違うジャンルのレッスンを取ったりとかする方が多いんですね。あの、私もダンサーと作品を作ったりするんですけど、やっぱりこういうところで
そう、 BE:FIRST のなんかどんどん知れていくきっかけでもなるしね、海外の方が BE:FIRST とか BMSG を知るきっかけにもなるから、めちゃくちゃすごい大事なことで、これをあの自分の多分本当に自分の意思でニュージーランドに行こうっていうふうに決めてくれた総督は本当にかっこいい、そのかっこいい人だなと思いましたし、もう一言一言が本当に考えて行動に移してるという部分が本当に尊敬です。うん、ニュージーランドとか本当にオーストラリアとかも若干ね、最近あのその J-POP、K-POP とかのアーティスト、アイドルグループがだんだん火がついてきてるような感じがしてるんですね。そう、だんだん受け入れられてきてるから、アジアのカルチャーが、そう、音楽もね、昔よりもずっと、多くの人に。だからそれが、今回のニュージーランドトリップで、あの、ダンスレッスンとかで、本当に少人数であるけど、そこから波及効果でどんどん広がっていくから、これをどん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 続けてほしいし、総卓以外にも、ジュノー君のね、ボーカルレッスンとか、マナティのね、ボーカルレッスンとか、海外でやったりとかもありだし、どんどんこういうの本当に進めてほしいと思います。うん、本当にソータ君はダンサーとしてもそうだし、人としても素晴らしい人だなって今回の Vlog で感じて、ちょっとうるっときちゃいました。そういうこと、ニュージーランドもし行ってない方いたら本当におすすめです。あの冬の時期、日本の冬の時期とか向こう南半球なので、あの暖かいですし、本当に人がね、人々が温かい、もうなんかすごく毎回受け入れてくれるし、すごい心の温かい人が多い国なので、ぜひ皆さん旅行とかね、ベスト、BE:FIRST関係でもいいですし、ぜひ行っていただきたい。あのオーストラリアもおすすめです。そう、オーストラリアよりちょっとこじんまりとしたのが、まあ、ニュージーランドっていう感じのイメージで、うん、羊もいっぱいで、そう、星、もう空は満、まあ、あの星空でめちゃくちゃ綺麗ですし、本当になんか綺麗な空気を吸いにデトックスしに行くだけでも、ニュージーランドはめちゃくちゃおすすめなので、ぜひあの皆さん行ってみてください。あの今回撮影していた場所、ソータ君が行っていた場所はオークランドっていうニュージーランドの首都にある首都なんですけど、そう、そこも首都なんだけど、やっぱニュージーランドってあの羊の方が人間より多いぐらいなので、本当にスペースもあるし落ち着いてて、まあ都会なんだけど全然都会っぽくない、東京出身の人からしたらね。なのでオークランドとかクイーンズランドとか、そう、おすすめです。あとクライストチャーチとかね、あの地震のあったところなんですけど、今復興してきてすごく綺麗になってきてるので、そう、もし機会がある方ぜひ行ってみてください。ということで Thank you guys for watching、 ご視聴ありがとうございました。こういう感じの Vlog チルい動画も好きな方いたら、ぜひいいねボタンのクリック、チャンネル登録もお忘れなくお願いいたします。ということで Thank you guys for watching、 Stay safe and healthy、 See you guys in the next video、 Goodbye。